ーちゃんは普段プロストックでスタッフとして働いています。しかし深夜0時を過ぎると魔導士ピーちゃんとして星占いもしているんです。2021年9月20日から9月26日までの1週間の占いです。星の数の多い星座の人ほどラッキー、星が一つの人はちょっと残念。今週は獅子座の方が絶好調です。今週のラッキーな数字は1です。星2つの乙女座の方にはジャーマンメタルの老舗ドロのラブミーインブラックをおすすめします。ボーカルのドロペッシュはジャーマンメタル界のクイーンね。僕はバーロックのカバーのアイルールザルーインズなんかも好きだね。今週のミニ天文情報、9月の21日は中秋の名月です。今年の中秋の名月は満月です。晴れていればとても明るく見応えのある月を見ることができます。お団子でも用意してお月見でもしたいものです。いて座の方は絶好調です。今週のラッキーな数字は22です。星2つのヤギ座の方には炎と爆発のラムシュタインのドイッチェランドをおすすめします。大量の火薬や火炎放射器を使った超ド派手ステージが有名だね。歌詞は結構文学的で重いのよ。双子座の方はドイツのロックの歴史ともいえるスコーピオンズのウィルバーン・ザ・スカイの叙情的な詩で癒されてください。絶対です。スコーピオンズ最高。2016年に来日した時、元メンバーのロートと共演したウィルバーン・ザ・スカイ、よかったわ。結構なスコーピオンズフリークだね。また日本に来てね。空を燃やすわ。開運ラッキーアイテムは手帳です。スマホがあるから手帳なんてという方も、お手元に手帳を置いてみてください。あなたを助けるアイテムです。僕は黒夜の背の Y3 だね。いつも持っている緑の表紙の手帳ね。私はやっぱりモレスキンね。モレスキン、ほほー。この寂しさを薄めておくれ。ナレーションはカタキンとペンペンペケゾーでした。おまけその1、夏の感謝セールも今日までです。寂しいわなんて言ってられないんです。なぜって、秋のリフォームフェアが明日から始まるんです。この秋のリフォームフェアは9月21日から11月20日まで、給湯器など陶器向け商品、水道やリフォーム業者様向け工具、さらに関連部材を大特価でご提供いたします。秋のリフォームフェアよろしくね。おまけその2、ラッキーだった人もそうでなかった人も最後にもう一チャンス、一緒にじゃんけんしてね。じゃんけんに勝ってちょっとラッキーゲット。ピーちゃん、じゃんけんだよ。じゃんけんポンパーです。また来週。今週のペンペンペケゾー情報、プロストック全店舗でペイペイが使えるようになりました。
様々な支払い方法が選べるプロストックですが、これにペイペイが新たに加わります。お客様の便利がまた一つ増えました。日々お客様の便利が増えています。これからのプロストックに乞うご期待。あなたを応援する職人専門店プロストックです。今週の竹蔵情報でした。ペイペイ来たー。